ここはまだ大丈夫だ。行く行く。もうほんとテールウェル好きで大好き。皆さんこんにちは。ウーマンコミュニケーションやっていきましょう。ミュニケーションって何ですかね。そんなハイスピードインゴアクションアドベンチャーゲーム、ウーマンコミュニケーション、あ、間違えました、ウーマンコミュニケーションやっていきましょう。難易度を選択してください。チェリー、ノーマル、アブノーマル。こんな人におすすめ。卑猥な知識が豊富な人、実況や配信で高難易度に挑戦したい人。アブノーマルしかないじゃないですか。主題歌ひどすぎる。卑猥な言葉をよく知らない人。アブノーマルでいきましょう。任意の単語にモザイクをかけられる機能があります。ゲーム中いつでも設定が可能ですが、今設定しますか。設定とかいらないでしょう。モザイクのない無修正モードでゲームを開始します。みんなすまん、今日でこのチャンネルが終わるかもしれん。セーブは自動的にされるが、別の意味でのセーブはできなそうだ。自信満々こ、待ったものね。目を覚ますと、教室にはもう誰もいなかった。おまた、やっちまった。俺が寝始めたのは6限目だったろうか。それとも5限目から。4限目ってことはない、と信じたい。午後の授業の大半と、ついでに帰りのホームルームまで居眠りですっ飛ばしてしまったらしい。バイツはダストされてんね。クラスメイトたちはもう誰もいない。部活やら委員会やらの活動を始めているのだろう。授業で疲れ切った後だろうってのに、まったくご苦労なことだ。俺はさっさと帰宅して昼寝の続きを楽しませてもらうことにしよう。しかしたっぷり寝たはずだってのに、今日はどうも目覚めが良くないな。そういえば、なんか変な夢を見てたような陰夢ですか。ちょっとちょっと、今帰ろうとしてなかった。ここら辺フルボイス欲しかったな、女性の方は。げ、クリコか。クリコ。もう危ないですね。こいつは、オグリ・クリス。あ、クリコじゃなかった。クリスだった。あ、どっちしろダメだ。早い話が幼馴染だ。幼稚園から高校までずっと一緒なんて、腐れ縁にも程がある。モロチン帰るところだ。お前も帰るなら別の道で頼むわ。帰らないよ。風紀の仕事があるもん。いや、絶対風紀乱すでしょ、この後。ああ、お前そんなの入ってたな。まあ、いろんな意味で入ってますよね。風紀って何やってんの？主な仕事は風紀検査かな。みんなの服装とか頭髪のチェックをして、違反があれば注意したり、まあ見た目は大丈夫なんだろうけど、ちょっと内面的なね、部分のチェックがこれから入りますね。特に今は新学期が始まったばかりだから、放課後の見回りで大忙しなのよ。めーんど。そんなことして何が楽しいんだよ。楽しいよ。そうなの？そりゃ目立たない存在だけどさ、私たちが学校のピンフを守ってるんだって思えて誇らしいよ。あんたが毎日普通に過ごせるのは私たちのおかげだってことを忘れないだよね。ああ、こいつね、ブラック企業に勤めてやりがいが大事なんですって言って、あの発給で頑張っちゃうタイプだ。忘れるも何もそんな風に思ったことはないけどな。まあせいぜい頑張ってくれ。俺は帰るわ。帰るな。約束忘れたの？約束？ああ、先週のあれか。そう、それそれ。あんたも風紀委員会に入ってくれるって約束。はあ？そんな約束してないだろう。お前が約束したのは、可愛い先輩と後輩を紹介してくれるってことだろう。ああ、なるほど。うん、それが風紀委員会のことだよ。はあ、ってよく騙された。可愛い先輩は、風紀委員長のサッチン。清楚なお嬢様って感じで超可愛いし、可愛い後輩は、初期の、まこちゃん。ああ、危ない危ない。間に一文字入れそうになった危ない。無口だけど、クールビューティーって感じで超綺麗だし。清楚なお嬢様に、クールビューティーだと。卑怯者、俺をはめやがったな。
はめやがったというか、はめられるというか、まあどうなるかわかんないですけどね。ふん、幼なじみなめんな。あんたの好みなんてお見通しなのよ。で、どう？風紀委員会に入りたくなったでしょう。くっ。実際問題でさ、人手不足で見回りが大変なの。私を助けると思って。ね。意外としっかりとアドベンチャーゲームしてますね。もうね、ずっと卑猥の言葉を探すだけのゲームかと思ったんですけど、まあでもそういうエンドレスモードとかもありそうですね。お前を助けるか。こいつは本当に卑怯者だ。それを言われたら俺が断れないってよく知ってやがる。見回りが落ち着くまでだからな。本当？あった。よし、早速雰囲気委員会室に行くよ。自信満々、困ったものね。まだチャプター1ですか。サッチン、マコチン連れてきたよ。あ、この人が先輩かな。あら、あなたが。おお、清楚大勢様、期待以上じゃないか。誰？あ、こっちの子も可愛い。来たか、クールビューティー。マルチエンドって噂を聞いたけど、どの子を選べるんだろうね。大人っぽい美人ってよりかは、幼さと強がりが同居してるって感じだが、これはこれで嫌いじゃない。驚いたな。先輩も後輩もマジで可愛いじゃないか。ちょっと、エッチな顔しないで。してねえよ、これからするんだよ。風紀委員会でハレンチな言動はご法度ですわよ。嘘だ、このゲームどういうゲームか知ってるから絶対これからもうご法度しかしないでしょ。申し遅れました。私、風紀委員長を務めております琴ノ葉幸と申します。まあその琴ノ葉がとんでもないことを出るんでしょ、これから。サッチンだよ、委員長で偉いんだよ。こちらは初期の、あ、下の口真子。はっ、ひどすぎる。無口でツンツンしてるけど、たまに出れると超かわいい。ツンの出れだ。で、幼馴染の主人公、名前はないですが、これからよろしくお願いしますと。あ、あなたの名前を教えてくださらない。漢字いけるのかな、これ。漢字はいけなさそうだね。となると、まあ、アドベンチャー系のゲームだと、そうめんひやむぎくんを出すしかないか。ひやむぎ。もはや相性しかない。お、どうした？いきなりドキ文化しそう。なんだ今の。ひやむぎさん、どうかされましたか？え、今、地震みたいなの起きませんでした？私は何も感じませんでしたが、皆さんいかがです？え、気づかなかったな。何も。じゃあ俺の気のせいかな。すみません、お話の腰折っちゃって。今ので世界がなんか変わったんだろうな。もう卑猥な認識が180度変わった世界に飛び込んでしまったか。え、ハレンチの言葉、今なんか言った？ん、今のクリコの発言別に普通だったよな。ねえ。ヤムキさん、風紀委員会のお仕事の内容はご存知でしょうか？生徒の服装とか髪の毛をチェックして回ればいいんですよね。それが変わってると？わ、ドン引かれた。え、俺なんか変なこと言ったか？服装、髪の毛。ひやむぎ、何言ってんの？何って、お前がさっきそう言ってたんだろ？服装や頭髪といった表面的なことより、もっと、もっと重要な検査項目がございますのよ。それは、私たちの言葉に潜む、無意識風紀違反。無意識風紀違反？すみません。何すかそれ。ご存じないのですね。まあ仕方ありませんわ。意識できないからこそ無意識風紀違反なんですもの。よろしいですわ。まずは実例をご覧に入れましょう。お、とうとうか。クリコさん、お手伝いお願いできますかしら。サチン、こっちの準備は万端だよ。まったくもう、クリコさん、お気がお早いんですから。おいおいおい、何が始まるんだ。てか何が始まるんでしょうね。操作説明。まず照準カーソルを動かしてみてください。
OK。 では次にオスの矢を何発か発射してみてください。ズキュン、ピュッピュッと出してますね。いっぱい発射しましたね。それでは最後に会話テキストを一つ表示します。その中に隠された卑猥な単語を見つけ出し、照準カーソルを合わせてオスの矢で撃ち抜いてみてください。カフェラテ、カチンカチン。あ、1個しか出なかった。お上手です。実際のステージではノンストップで会話が流れていきます。素早く卑猥な単語を見つけ出し撃ち抜いてください。撃ち抜いた卑猥な単語が多いほどスコアが高くなります。操作説明は以上です。それでは始めスタート。サッチンコ、遊びに行こう。あ、行こうはダメか。どちらに参り、ん、映画とかどう。うーんこ、普通の会話も入ってますからね。ちなみにこのゲーム、うんこダイスの方とは全く関係ございませんので混同しないように。平日だし大丈夫、まだ大丈夫。あとカフェじゃして、カフェラテ、他ない、他ない、行きませんこと。ここはまだ大丈夫だ。行く行く。もうほんと低レベル好きで大好き。お、よかった、ワード発見数パーフェクト。で、アドベンチャーパートに。冷麦さんすごいわ、とってもお上手よ、いろんな意味で。生まれつきの才能、照れる。それとも特別な教育を受けたのかしら。俺がそう思われてしまうだろう。何なんだよ今のは。もうお分かりでしょ、今のが私たちの言葉に潜む無意識風紀違反。ああ、なんとなく分かりましたけど、それはつまり無意識風紀違反とは、言葉の中に意図せず含まれた卑猥な単語を指し示している。例えばカフェラテをカチンコチンに凍らせるという発言の場合、フェラ並びにティンコという2つの卑猥な単語は意図せず含まれている。これフルボイスじゃなくてよかったね。フルボイスだったら、言わせてたらとってもまずかったね。うん、フルボイスでない理由がよくわかった。つまりそのエロい言葉のことだろ。そう、ちなみにチンコっていうのは男性器のこと。フェラはそれを。ちょっとここまで読み上げづらいテキストもなかなか久しぶりだな。いや、これはね、ね、企業 VTuber の人とか気をつけてくださいね。うん、うんこダイスでやらかした企業 V とか知ってるからね。うん。それでは実際に見回りを。これね、発言だけでもね、やりすぎると俺も危険な匂いがしてきた。終わったら温かい飲み物を、白く濁った飲み物ですかね。サチン、あ、フェラ見つけた。こ、腹筋ってこんな感じなの？お、そうだな。お、ステージが、まあ順々にやっていくか、順序ワーにやっていくか。スタート。お、一般生徒もおちん、え、じゃあ、あんた学食で何買ったの？何？フラペチのまだ大丈夫。抹茶フラッペにするか、フラまだ大丈夫。まだ大丈夫だよね。フェモカ、プル、パイ。あ、パイ違うな。お、パイか、いい匂いだね。パイをいい匂い化するかどうか、まあいい匂いかどうかはまだ普通ですね。ショーフ、今のショーフ入ってた？レンジでチン、チンコ。で、何個買ったの？パイ、ずり落ちそうになってるよ。無理やりすぎんだろ会話が。お、ペーズリか。あー、1個取れてない。何が足りなかったんだ。ちょっとリベンジさせて。ズキュンズキュン、あんた学食で何買ったの？フラペ。え、ここ普通だよね。抹茶フラペにするか。え、何が隠されてる。フェモカ、プルパイ、プルパイ、つい、ペーズリで、どれだったんだ。10ウーマンコインを手に入れた。
ウーマンコインはアイテム購入に使用します。へえ。いや悔しい、これはちょっとしっかりとリベンジいくよ。ガイドなしだからな。あんた学食で何じゃないか。ペチーノ関係ない。ここか、フラッペニス。これは気づかなんだ。最初の頃からこんなに難しいのか。先が思いやられるな。俺ちょっと自分の性知識過信してたわ。いや、むしろこのゲームを通じてしっかり学んでいこう。ふう、パーフェクト。気持ちいい。そんな気持ちいいゲームですね。ああ、ほんと最低で素晴らしい。